ルフィの母親は、アマゾンリリー出身説、シャボンディ諸島編にて、クマが麦わらの一味をそれぞれの場所に飛ばした際、ルフィは、ヨウが島に飛ばされた、最近明かされた描写で、クマは過去にそれぞれの場所に行ったことがあると明かされており、2級2級の実の能力は、一度行ったことのある場所のみに飛ばすことができると思われる、ということは、女しか入れない、ヨウが島にも、行ったことがあるのは濃厚。何の目的で？それは革命軍として、ドラゴンと共に何かの用事で向かったのではないだろうか。もしかしたらその時に、ドラゴンとその時に会った女性とで子供を作ったのかもしれない。ドラゴンに子供がいたということは、イワンコフでも知らない情報であったので、おそらくその時にクマと、誰にも口外しないと約束したのではないだろうか。そうなれば、クマがルフィのピンチにアマゾンリリーに送った意味もわかるし、クマ自身もアマゾンリリーを訪れたことがある理由に説明がつく。